ああ、エーペックスが無料知らなかったわ。エーペックスもパブGは金あるかな、金払ってるから。パブGは最近無料だったっす。あ、そうだね。うん。だから、あとリーグオブレジェンズもそうだし、バロランともそうだし。バロランもそう、全部大体今流行ってる FPS 全部無料だから。そうなんですよ、ね。でもそれでもめちゃくちゃ儲かってるでしょ。めちゃくちゃ儲かってる。ボスが、ボスの問題ですね、あとはね。それはさ、なんで儲かるの、その後に出る何スキンとか、なんか、そういうの欲しいから、お金みんな払うの。課金さ、格ゲーはそうか、キャラか、キャラでか。格ゲーゼと多分人口が全然違いますもんね。そうだよ、そういうことだと思う。それもあると思う。あとキャラ課金とか、あとはその課金が、その物の課金がガチャだから、出ないから一生、そう、一生買うから。でもあれはさ、あれで面白いね。俺、ドラクエライバルズやつ、初めてソシャゲやったんだけど、うん、あのハードメ君のおもろいね。そう、課金やっぱ面白い。まあ、ガチャはおもろいっす。ガチャやっぱおもろいね。思った。でもさ、格ゲーのそれって母体が違いすぎるから、流行んないで終わっちゃうとかない。あ、流行らせるために無料ってことか。あ、そう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 。なるほどね。まずは浸透させると思うぜ。それがね、やっぱ一番儲ける手法で、まず与える。そんで、こう、もらうっていうのがやっぱ。で、めちゃくちゃ簡単なゲームにするってことでしょ。そう、で、基本じゃないですか、やっぱ、そのね、普通の人間関係もそうじゃないですか、ギバーとテイカーとか言うじゃないですか。やっぱね、そう、ギバーの方がいいですよ。ギバーっていうんですか、柳葉みたいになりますけど、ちょっと。なんだまあでもどうなんだろうな。でも考えてんじゃない、その世の中の情勢。やっぱもう当然俺らだから日曜倍を考えてると思うんで。間違いない、間違いない、間違いない。それはもうもちろん終わります。いやでもさ、日曜倍考えてるって思ってたらスト5が出てきたわけ。そうなんだよね、確かに。だからもう分かんないよね。でもなんかそのウルホーかスト4かスト4かスト5の時にやっぱ昔作ってた人がほとんど独立しちゃったりとか出たっていう話を聞いたことあるから。あ、いや、このゲームカプコンで作ってないから。でしょ。だからその、そうそうそう、結局的にその一生懸命昔から作ってきた人が作ってるわけじゃないから、俺らの意見も意外とね、多分ね、通用するっぽいよ。あ、だって俺らも20年間一応この世界にいるわけじゃん、うん、でいろんな経験をしてさ、ダメだった時もいい、良かった時も全部経験してるから、うん、結構俺らの意見もね、合ってるところは合ってると思うよ。なんか逆にカプコンってなんかプライドが高いっぽくて、カペスまで俺らも作り行ってたな、うん、要するに、うん、プレイヤー、で直接反映されてたってことですか。いや、反映じゃないです。あ、俺はもともとカプコンでゲーム作ってたんですけど。あ、そうなんですね。あ、なんですけど、その前にも俺ゼロツーの全国大会優勝した時にゼロスリーの時呼んでもらえて、うんうん、でなんかその結構本当に根本的になんかその3つのイズムっていうのがあったんですよ、ゼロスリーの時って、うんうん、Z と X と V っていうのがあったんですけど、うん、でなんか全然変化がなくて、うん、でこれじゃ多分つまんないっすよみたいな。俺まだ子供だったから本気でストリートファイター面白くしてほしいから、うん、もうなんかできそうなゲームなのに、これ Z イズムって絶対誰もやらなくなるんで、このキャラのレバーを入れ引きで近距離遠距離変えれたりしたらめっちゃキャラ面白くなるんで、それを Z イズムにつけてくださいって。でオリコンは工夫すれば絶対にその遠距離だったらこのコンボにして、近距離だったらこのコンボにしなきゃいけないとかっていう組み立てをするようになるんで、絶対に変えてほしいんですけどって言ったら、なんかもうなんかその偉い人がいる中で俺それ言っちゃって、いや正直空気読んでみたいな、いや言われな目されたんだけど、でも俺はゼロスリーっていうゲームを絶対に流行るゲームにしてほしかったから、うん、言ったら間違えてそれが V イズムっていうオリコンの方についてて発売したら、で、まあ、全員 V イズムしか使わねえって思ってたんだけど、それは俺ダメだって V につけたらっていう、ね、でもそんな経緯があったの。それで全員 V イズムなんですよ今、全員 V イズムしか使わない。あれを Z につけてればおもろいんですよ。でも一応そういうの反映してくれましたね。うん、一応まあちょっと俺の意図とは違ったけど、今の仕方は違ったけどもっていう。そうそうそう、今はでもどうなるか分からんけど、まあ、聞いてくれるかどうか分からんけど、なんかね、なんかまあたまにルークみたいなキャラも作っちゃうし、ちょっとまあ難しいんだろうね、調整はね。いやむずいと思うよ。うん、あのね、昔のゲームって今さ、サードとかさ、うん、X が流行ってる理由ってなんかバグもギリギリ許せるラインなバグなんだよね。なんかそれが噛み合っただけで、結局生き残ってるゲームって、うん、X とサードだけなんだよね。てか運がいいよね。そう、運だけで生き残ってるから、マジで。バグが面白かっただけだから、ね、そう、バグが面白かったっていう運で生き残ってるから、うん、
だ実際本当俺サードが開発されてる時俺会社にいたんですよ、うん、で俺はサードの調整してチュンリーが最強になったみたいな噂になったんですけど、もともとサードは一切いじってなくて、でも発売するのがもうギリギリで、なんかもう12とかレミーとかなんかもうこれでいいよみたいな感じで出してたのね。これでいいよって全然できてねえんだけど、だからさ、濃くわかると思うけどさ、12とかレミーのフレームめちゃくちゃじゃん。めちゃくちゃだね、うん、でもピエロとかでも使う人がいるんだよね、あれでも、まあ、でもあれ実は完成されないキャラのまま出してんだよ。わかるでしょ。でもわかる。だって12とレミーめちゃくちゃ弱いからね、だって中足が当たってるのに信頼確定したりするから。そうだから、だから、ね、終わってんすよ。いや、ね、期限とかもあるんだと思うんだよね。ヒットしてんのに確保そう、中足当たってんのに信頼確定です。そうだけど、サードがそのレミーとか12の神みたいのがいて、使う人が面白く作って。いや、ダットリだっておかしいよ。ダットリダッキングアッパーやったら人雷飛んでくるんだからね、意味わかんない。だから奇跡のゲームなんだよ、サードは。当ててんのに人雷飛んでくるとかって、ふざけんなよ。だそれでも成立してるってやっぱあのゲームすごいとこですね。まあ、ブロッキングとかもあれもあるんでしょうけどね。確かに。すごいよね。すごい。ただ、一個だけすごいのがあって、なんかね、あれ、ゲームができると基盤ってファミ通とかいろんなところに配るって、ちょっとやってみてくださいみたいな感じになるのね。で、サードを配った時にファミ通かどっかからなんかすごい話が来て、なんかそのリープ中にブロッキングが取れるだけど、これ大丈夫ですかっていうのが来て、さすがにそれは直してたね。だよね、全部基盤回収して、ゲーム終わっちゃうから。リープして前ってやってそう、リープして前するだけのゲームになっちゃうから、うん、あれは伝説だったね。だからまあそういう難しいんだなと思う。まあね、まあだからなんとかちょっとせめてネット周りだけやってきゃ調整なんてできるじゃん。まあそうそうそう、今はそうだからね。そうゲームバランスはいずれ治る。そうそうそうなのよ。昔ってそれが一発もしなきゃいけなかったからダメだったんだけど、そう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 、今って別にいくらでも変えれるから、バージョンアップでいけるから。金かかっちゃうけど、そうそうそう、バージョンアップでいけるから。で、Steam のアップデートってさ、別にお金払わなくていいでしょ多分。PS4 ってあれなの、まあ、PS4 はそうだったろうね、うん、アップデートするのに1回目は、ね、無料なんだけど2回目から金かかるんだわ。うん、らしい。だからちゃんとしたものを作んないとダメだったんだわ。ああ、ソニーに払う、ソニーに金払うんだ。そう、そういうの知ってて。でも Steam 1ってそう、多分そういうのないから勝手にアップデートしていいはずだから。だからもうガンガンね、もうアップデート最初はもう変な、でもとにかくネットだけうまいこと作ってくれれば。いやでもほんとさ、まあ、ちょっとソニーさんには悪いけど、ちょっと Steam でやってほしいわ。もうちょっとラグがある中でゲームやりたくないわ俺らは。あ、まあその問題というか議論もあるよね。その議論はめちゃくちゃある。でも今だったらさ、うん、だからなんか俺キングファイターズやってて、マジ1時間とか対戦ランクマ探しててももう出てこなくて、雑談しながらやってて、もう抜きたん PS 買えないよみたいに言われたんだけど、うん、いやもうさすがにこっからファンプレイラグあるゲームやれねえよってなったね。それやるぐらいならやんないなって。だから今回もエボリューションでみんな行かないって言ってるもんね。結構もう PS4 だからねって言ってるからね。ああ、うん、PS なんだっけ。ソニーがエボ出資してんじゃなくてエボ買い取ったから。だからあ、そうなんだ。結局ソニーのあれになるから PS4 でやるらしい。それだけじゃない、多分そうじゃないところでも PC を何十台も揃えるのってやっぱり大変しんどいね。うん、ああ、そうなのか。うん、あ、そうか、プレステ1個あればいいもんね。うん、ただまあね、さすがに俺ら PC でやってるから PC になっちゃうよ絶対。っていうかさ、なんか俺そんな詳しくないんだけど、石井プロとかわかるかもしれないけど、はい、PC と PS って多分スペックって同じぐらい作れるわけじゃん、はい、PS5 とかって今出てるわけだから。なんでラグいの、はい、なんかそれ PS4 のなんかもうハードの問題っていうか特性みたいなところで、うん、もうどうしてもそれは直せないみたいな話。でもさ、 PS5 が出て PS5 の方がラグいぐらいの話聞くじゃん。うん、まあ、らしいですね。それは直せなかったの。だってすごい。なんですかね、最適化されてないとこなのかもしれないですけど。でもここで石井さん答え出せてた。わかんないけど。知らないです。そっち側なんだ石井は。いや、わかんないです。でもなんか聞いた話によると、だからそういうことだっていう、直せないんだってっていう、らしいですけどね。でもさ、本当かどうか知らないですけど。だからそのプレステ5で直せないのはまあ理解なんだけど、うん、じゃあプレステ5は出たわけじゃん。で今半導体とかがなくて、うん、まあ、買えない、みんな欲しいってなってるけど、いざ買ったところで格ゲーのラグは直ってないっていうのがよくわかんないなと思って。
だってパソコンぐらいのスペックが載ってるわけでしょ、中には。一応ね。うん、なのになんでそこは改善され、だからまあまあぶっちゃけね、格闘ゲームなんてっていう話なんだろうけどね。アンリアルエンジンとの相性が悪いって言った。アンリアルエンジンか、うん、アンリアルエンジンだって青抜き、それがちょっとありましたあと PS は垂直動機切れないから、ああなるほど、垂直動機って何、それ分かんないんだけど俺、あ、垂直動機切るとラグラグなんだよね、切れってよく言われる、ええ、一応切ってはいるんでしょ俺、うん、切ってる、うん、切ってんじゃん、俺もわかんないんだけど、俺もわかんないけど、切れって言われたから切ってるだけ、何、そうそうそう、わかるわかる、あの説明してもあんま意味ねえだろうから説明しないっすけど俺も聞いても意味だよ、まあ、馬の耳だよ、大丈夫大丈夫、